こんにちは、フィーフィーです。韓国の半導体企業がアメリカの経済制裁違反をしたのではないかとブルームバーグが報じました。中国最大手のスマホメーカーファーウェイが最近発売した最新のスマホに韓国の半導体メモリーが使われていることが分かったんです。アメリカのブルームバーグ通信が9月7日 ファーウェイの最新のスマートフォンに韓国の半導体大手 SK ハイニクスのメモリー半導体が使われていると報じました。アメリカが中国への半導体規制を強化している中で、もし韓国の SK ハイニクスが中国へ半導体メモリーを横流ししていたとすれば、これ大問題になります。 まあただ今は調査中で何とも言えません。アメリカが中国への半導体を規制する前の2020年までにファーウェイが備蓄していた半導体メモリーの在庫を使って今回新機種のスマホを製造した可能性もあるとブルームバーグは報じています。まあ、でも今回のファーウェイが出した新機種は 5G スマホなんです。 新機種が出せるくらいの在庫を随分前から持っていたのなら 5G の波に乗り遅れないようにもっと早くファーウェイが 5G スマホを発表していてもおかしくないんです以前の新機種発表の時にファーウェイは 5G を断念していましただから在庫があったという見方には違和感があります こうした違和感もあってアメリカも指摘していて、そして SK ハイニックス自身もおかしいなと今調査を開始し始めているのでしょう。SK ハイニックスはファーウェイと取引した事実はなく、アメリカの輸出規制を徹底的に守っていく姿勢だし、今は何があったのか独自に経緯を調べているとこのように釈明しています。ファーウェイはアメリカの制裁によって 半導体メモリーの調達が厳しくなることから 5G 市場から排除されるだけではなくてスマホ事業そのものからも撤退するのではないかと言われていましたまあおかしいなと思うのは SK ハイニックス側がなぜ今回の事態を把握できていなかったのかということなんです 部品の出荷状況を調べていれば気づくことだし取引相手がどれだけ生産しているのかある程度管理できるわけですそこであれ何かおかしいなと SK ハイニックス側から声が上がってもいいはずなんですまあ企業ぐるみでこっそり取引を続けていたのかそれとも個人がファーウェイに横流ししたのか分かりませんがもしそんなことをしていたとするなら SK ハイニックスだけではなくて韓国もアメリカから何らかの制裁を受ける可能性があります今回のファーウェイの件でアメリカの中国に対する半導体の輸出規制について不十分ではないかという疑問の声がアメリカの政府内から上がっていますもうアメリカは全ての中国に対しての半導体技術の輸出を中止するべきだという意見まで出ているんです それだけ半導体は国家の安全保障に関わることだし対中戦略でで最も重要ななことなんです中国のファーウェイが今回発表したスマートフォンは対応のスマートフォンですアメリカは半導体のコンサルティング会社に依頼してこのファーウェイの新製品を解体して分析させたんです。 その結果、韓国の SK ハイニクスが製造した半導体チップが搭載されていたことが分かりました。で、実は中国にも半導体の組み立てをする SK ハイニクスのような会社はあります。それが SMIC というんですが、この SMIC は中国1位ではありますが、世界では5位の半導体のファウンドリーです。 半導体の組み立てをする会社という意味です今世界一のファンドリーは台湾の tsmc ですえこの tsmc の創業者が今年3月台湾のある半導体行事に参加した時に中国の半導体の技術は台湾より5年から6年遅れていると発言したことがありました TSMC が今の段階の技術までに成功して半導体を作れるようになったのは2018年の4月です。ただ中国はこれより劣る性能の半導体を作る技術はあるんですがアメリカ政府は中国にそれ以上の技術にアクセスできないように遮断してきました アメリカ政府は2019年からファーウェイと中国の半導体のファンドリーである SMIC をブラックリストに入れて管理していました。この会社との取引を禁止していたんです。で制裁された中国はそこから必死になって半導体の国産化に動いたんです。まあ、それでも台湾よりも技術は劣るし、高性能な半導体も当然作れません。 中国の半導体技術の背景には、中国政府と企業による膨大な投資があります。昨年半導体の研究開発に約3兆2千億円も出しています。これだけの投資をこの10年間してきたんです。これは Google ググの親会社であるアルファベット、メタ、マイクロソフトに次いで世界4位の投資規模です。 それでも計画通りスムーズに進んだわけではなくて数年前には半導体工場を作ろうとしていた中国企業に対して総額2兆円も中国政府は投資したのに騙されたこともありました中国政府が詐欺にあったんです まあ中国は今後もどんどんアメリカによる半導体規制で半導体不足に陥ってしまうことが分かっているので、まあ、中国政府は積極的に半導体分野に投資を続けていますアメリカの制裁を避けて中国の半導体チャイナチップ製造を本格化させたいと思っているんですがなかなか成果が出ていません そんな中でアメリカの政府内では制裁の度合いをさらに強くする必要があるという声が上がっているんです。今回のファーウェイの最新スマホにアメリカの半導体技術が使われていた件を受けてアメリカと中国共産党の戦略的競争に関する特別委員会の委員長を務める共和党の議員は声明で ファーウェイの新型スマートフォンはアメリカの技術なしには生産できなかったはずだ。制裁違反が行われた可能性がある。アメリカの商務省はすべての技術の輸出禁止がしっかり行われているか確認しなければならないと話しました。また、アメリカ連邦会員外交委員会の委員長もアメリカは知的財産を守るために取り組んでいくと話しました。 あと、アメリカのサリバン国家安保補佐官は、庭は狭く平和高くという原則に合わせて、アメリカの安全保障への懸念に焦点を当てた技術規制を継続していくと語っていました。 ただ仮にアメリカの技術を使った半導体がこのような形で中国側に流れても今後も大量に 5G 対応のこのタイプの半導体メモリーを中国が確保することは難しいと専門家は話します。そして中国への半導体横流し疑惑が浮上している SK ハイニクスはまだ何が起きたのか調査中です。今回の件で SK ハイニクスの株価は下落しました。 ただでさえ SK ハイニクスの株価は業績が悪くて以前から下落をしていますからかなりきついでしょう SK ハイニクスに限らず韓国の基幹産業である半導体は今経営状態が厳しい状況にあります在庫も有り余っているんですそれはアメリカと日本が韓国ではなく台湾の半導体支援に力を入れているからなんです アメリカが韓国を信用できていないからなんです。韓国から中国に半導体の技術や情報が流れるのではないかと心配していたんです。今まさにそのアメリカの心配が的中しようとしています。アメリカを大激怒させるようなことが起きるかもしれません。 まだ真相はわかりませんが、韓国が中国に半導体を横流ししていたということが判明すれば、韓国はアメリカから制裁を受ける可能性もあります。SK ハイニクスへのペナルティだけではなくて、韓国の半導体を丸ごとアメリカに管理されることもあるかもしれません。韓国の半導体企業は脱中国への動きが鈍かったことで、 安全保障上の懸念から本来もらえるはずのアメリカ政府からの補助金をもらうことも難しくなっていました今韓国はアメリカ政府からの補助金を得るためにその信用を回復しようと動いているところでしたまあ韓国は日本からの半導体素材を第三国に輸出したという疑惑が持たれていることもありました まあ、要するに似たようなことが過去にもあったので疑われるのも仕方がないんです。半導体素材を横流しした疑惑が浮上した時、日本が調査するように言うと韓国政府が逆切れしてきたので日本はあの時韓国をホワイト国から外したんです。今回韓国が SK ハイニクスの件に対して誠実にしっかり調査に動かなければ 今度はアメリカから厳しい制裁を受ける可能性もあるでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします